お疲れ様です。おいでこい、おいでこい、問題児。お前車ぶつけたらしいな。あ、そうです。あ、すいません。車ぶつけたらしいな。お前これ聞いてねえかよ。ごめんなさい、ジムから聞いたぞ。あ、ジムの方には一応報告しました。あ、久々の登場じゃないか、視聴者の皆さん。久しぶりです。あの青木くんって言ってね、元従業員で、まあ、うちがもう何、まあ、社員っていうか、まあ、みんな職人さんは一軒いくらみたいな感じで請け負いなんだよな。あ、そうです、基本は。そうそう。で、実習生と何人か、7人ぐらいおったか、あのピークの時は、一番多い時は11人ぐらいいたと思います。はい。で、11人は給料制でやってたんだよな。はい。で、それで、まあ、結局みんな雨が降ったって、お前なんかちんたらちんたら、お前現場だけ行ったら金もらえるで、10時とかに帰ってきたり2時とかに帰ってきたり、ここ近いところに行くんだよ。うん、で やるもんで、もういいよって、まあ、もうしょうがねえで、でみんな倉庫で溜まってな、はい、倉庫の掃除代がだって月40万とか50万いってたんですよ、あの時。あ、そうなんですか。そうだよ、まあ、しょっちゅう倉庫で1日つけとっただろう。はい。なんかもう1年前の話か。1年前の話です。うん。で、まあ俺もちょっとその時叩かれたんですけど、もうとにかく全員一人の方でやれよと。はい、いい意味で、はい、で自分たちで現場受けようよ。まあ、その上では自分たちが大変さも分かるし、はい、うん、そんなね、タラ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 やって給料制でやっとってよりも、一人がでやれって言ったらお前だけがやるって言ったんだよな。そうですね。唯一みんなは、いや、もう給料の方がいいって言って、はい、まあ、いろんな会社行って、まあ、今でも他のやつは独立したりしとるな、違う仕事で。あ、もう違うところで独立してます。あ、相手役丸なんか結構頑張っとるな、はい、2、3人使ってやっとるな、はい、で、まあ、いろんな、まあ、みんな道があって、まあ、俺もね、まあ、連絡取ってまではないけど、ちょこちょこ近いまで会うからさ、はい、いういきさつでこいつはまあやって、もう1年、もうすぐ1年、もうすぐ1年経ってます。いつで1年。12月で1年。何歳だ今ですか。うん、今、今年20歳になります。今年20歳だね。若い。それが今なんと従業員も使っとる。おお。いや、あ、まあ連れ使って。そうですね。あの、まあ一人親方みたいにしようかどうか知らんけど、はい、まあでも実習生借りたりもしとるな。はい。で、まあそれなりに金だと思う。あ、一応なってはいます。なってはもう、なってはいます。なっとんだな。なってはいます。なっとるって言ったな今で、まさかの頑張っとんのに、はい、やっちまったこいつ。すいませんでした。会社から車をこれ借りとんだな。あ、借りてます。はい、借りとるって言っても、あの、まあ、俺またそういうことを書くと、なんかに、あのハイエースの子に出たたかれたけど俺、はい、2万円で貸しとるっていうのは車検代と保険代だよな、はい、の意味で月2万円で貸してって、もう別にいいな、別に買ってもいいぞって言ったんだな俺最初言ってない、はい、もう売ったるぞ別にって来ました、はい、言ったよな、うん、だからもう別にいいんだけどって言って、ほんなら、まあ、たまたまジムから、はい、事故った。事故った。もう会社出してくれるかなみたいな顔しとるみたいな。はい、だって嫌だよ俺。で、俺修理出したら合わんやん、はい。はい。ありがとうございます。ジュースやるで、ね、修理でどうする。で、しかも、もういいや、もうあいつが乗ったやつだもんで、もう自分で直させて、まあまあ、まあいいやと思えばあいつがそのまま乗るもんで、って言ったら、はい、まあまあ無事なんだろ。しかも台車かなんかなんだろう。そうです、台車です。会社でこいつが車の車検かなんかを取るもんで、はい、この車かな。でその時に車をプロボックス、あ、これと一緒ですね。あ、一緒のやつ、会社のタウンエースです。うん、それをビャーぶつけたの。はい、ぶつけた。いや、ぶつけじゃないですけど。お、俺丸損やねんが、車買ってお前らに出して。すいませんでした。保険代と車検代だけ。すいませんでした。でまあまあ修理代がいくら、まあ、今日で帰り見ていこうかなと思って車も。ああ、はい。どんなぶつけ方しようかなと思って。すいませんでした。まあ頑張ってる、本当に。まあ頑張って、まあいい例、もうこれ二十歳でも。そこがどう大変。あ、大変です。どういうふうに大変。もうお前逃げてください。じゃあさ、動画見とる、やっぱ二十歳、20代の子も結構見とるじゃん。ああ、はい、その子たちがやっぱ夢になると思うんだよな。ああ、塗装職人って稼げるよって。どれくらい稼いでる。どれくらいですか。うん、手元に残るのは、うん、4,50 ぐらいです。おー、でもいいがよ、4,50 は。全然いいっすよ。すいません。お前の給料の倍ぐらいあるじゃん。余裕っすよ、余裕であります。余裕はねえだろってね。そうだろ、もうリアルなことこれしょうがピー入っとったかどうか知らんけど。お前はいいよな、まあ道具買ったり、ね、お返し使ったり。だけどあんな前みたいな、お前倉庫でタラタラとかないだろ。
ないですね。お前も自分の、まあ、連れがないアルバイト行ってたまに手伝ってもらうかもしれんけど、はい、現場に落ちて、まあ、今日雨だなと思ったら、まあいいよ今日なしでって、俺一人行ってくれていいわとか言うだろ。あ、いますよだろ。いや、そればっかっすだろ。それ 1時で午後からまあ降りそうだ、今日昼までに帰ろうかって言ったの。あります、ね、お前は働いてる時は違うだろ。雨降りで早めに行こうとか言ってる感じだろ。雨降りそうだから早く行ってちょっとだけ早く行った方がいいってみたいな感じだろ。そうですねめちゃくちゃ恥ずかしいっすねでもそうだろ。はい、そうそう、でも会社員そういうもんよだからそのさ、よくまあ視聴者の人でもちょっとこれもまたいだらしばき、この 石をこうやったらしばき怖いこの石よりな、はい、この石より向こう行ったら画角が悪い、画角が。いやでもそうで、視聴者の人とかお客さん、俺もよくさ、設置さんとかと喋ると、はい、あ、下請け使ってんのって、そうすると高いでしょって言うけど、はい、で何が何がって、従業員がどれだけ働かんかじゃあ逆に、いや、人の親方がどれだけきついか。だけど楽しいだろ。あ、楽しいです。なんかだらだら今日行きたい、なんかやりたくねえなとかじゃなくて、もう毎日どうやってやったら早くなるかなって考えてるだろ。はい、確実に人数が早く収まるだろ。いや、収まらない時もあるんですけど。従業員だった時と有利だぞ。あ、まあ収めるようにしてだろ。俺が現場でたまにタラタラ言っとったやん。はい。お前らこんなタラタラやって、お前何をこんなことやっとんのお前らとか言って。お前養生でもせえよこんなんって、このゴミ全部落としてとかなんか言ってあったじゃん、前に怒られたのから、はい、結局何って言ったら、ボロボロの家だもんで、ね、全部懸念で落とさなかったんですよ、高圧洗浄と懸念でね。あ、はい、そしたらもうそれ落として掃除だけで丸一日やっとんだもんだってそれだってお前ビニールがなんか早いや別にって、一瞬で片付け終わるんだからって。で前だったらそうだろ。そうですね、一緒みたいな何も考えないとウェーってやるぜーとか言ってそうですだろ、はい、全然違うだろ。あ、全然違います。それが経営者だ、うん、経営者の仕事でもそう、どうやってコスト下げようか、ガソリンでもそうだろ、はい、どうやって無駄省こうかなとか、まあ、涼しいな、まあ、外でご飯食べようかなとか、あ、エンジンかけっぱなしで高速乗りっぱなしで、そうです、高速はもう乗らなくなりましただろ、はい、ご飯もあねえもんバカ野郎そんな、まあまあ頑張っとうな。ありがとうございます。もう噂は兼ねない。で、まあ、ほんで一番最初にアドバイスしたのが、俺も言ったんだよな、もうとにかく金をかけるなよって、はい、いい仕事してたら仕事きれんからって、はい、でこれもまさに、まあ、緑でね、なかなか会うことないけどな、緑での職人やってるもんな、はい、外国の社でな、はい、そうです。でまさにちゃんときちっとした仕事を心がけとるもんで、やっぱ金が後でついてくるだろ。だって切られたら終わりだもんな。そうですね、もう切るよ。だってうちも何チームも切られてるでしょ、はい、それ見とるでしょ。してます。まあまあいいよ、今度いいよって、別におるよって、一生懸命やってくれる人いっぱいおるよって、はい、まあそういう世界じゃん。単価が高いとか安いはそれは知らんけどって、はいはい、でもそうだろ、そんなに甘ないんだって。そうですね、厳しいだろ。厳しいですだから残ったからって別にそれも儲けじゃないもんな。はい、まあ、まあ今回事故はお前やれよ。あ、はい、覚悟しておきます。まあ、そこはまあ要相談してあるもんで、はい、それめちゃくちゃなこと言わんだろ俺も。あ、そうです、言わんだろ。だって今の年齢なんかみんな安全協力金とかで何パーも取るとか売り上げもな、はい、そんなことばっかりやってるけど、まあ、結局強いじゃんうちはね、はい、お客さんもちゃんと選んでもらってるし、うん、だから職人、だからもう好循環が回ってくる。だからいい職人がまた集まるし、はい、いい職人が集まるからまた仕事も増えるし、できちっとやるから職人が、だっていい仕事できんって言われたらもう嫌だろそんなところで。そうですね、あるじゃん、はい、まあ、あんま言えんけど名古屋愛知県でも有名なとこいっぱいあるじゃん、宮根込みでもいくらみたいな、はい、もうとりあえず色ついていいよみたいなとこいっぱいあるやん。まあ、雨漏りなんか死んでいいわみたいなとこあるだろ。シールも適当にチュッチュッてやっといてとかな、聞くだろ。聞きます。でもなんか手抜かん方がおかしいみたいな、そういうのばっか聞きます。聞くだろ。俺も YouTube やっとって、あの本当にこれやってんのって、やってないでしょ、絶対人金額合わないでしょって、はいはい、言われるだろ。はい、言われます。言われるだろ。やってるよって、本当シールとかもちゃんとやってるよって。はい、で塗装の職人がだいたいちょっと3万とか5万の手間で、ちょっと表と気になるとこだけチュッチュッてやっといてって聞くだろ。あります。あるだろ、ぶっちゃけな。あります、あります、うん、それよ。でも俺もいいものを作ろうと思ったらやっぱり下にも働いてる人も厳しくしてかんと、はい、どっちがいいかだよな。もうそっち行ってチュッチュッてやって、まあ、そんでも同じ金は稼げる。だけどここでやれば厳しいじゃん。そうですね、うん、本当にうちは厳しいじゃん。厳しいです、うん、今さらっと出ましたけどだからその無駄なことすんなっていつも
まあ、みくじは立てとるでしょ、ゴミの捨て方一つもそうよ、はい、うん、車の事故の話がお前出直られることになっちゃったから切り抜きに来やがっ て大変なんだわって、うん、帰り車見てくるわ、帰り寄れたら寄れよじゃん、あ、わかりました、な、まあ、お前の頑張りは聞いとるで、あ、まあ、そこも、まあ、多少は考慮入れるわ、あ、多少はな、すいません、帰り見てくるわ、はい、なんかもうあれらしいもんな、お前、あ、もうここか、ここバーンって行ったんだろ、この開いたまま突っ込んでたんだろ、あの、ここの上の部分ですよ、あ、あれどこに見つかったの、このここら辺です、開いたままでも突っ込んでたんだよ、そのこう開けててお客さんちのそのフレームにこう当たってたんですよ、うん、あ、こうやって、あ、このままこうやって口取ったな、そうです、ちょっと開けてこうやってやってパカッてなっとったんだ、そうです、でもう閉めたもんだと思って車発進クリアってやったんだ、そしたらはい、めり込んじゃってビキッてやったんだ、うわすいません、もういいよ、あのミスは怒るで謝らずいいんだけど、はい、ただ金の話だわな、はいそこだわな、もう一回見てくるわな、はい、で夜な、来いよ、帰り、はい、あ、終わった、何時もあんの、もうすぐ起きます、おいよ、帰り、そのまま寄ってこい、一回電話して、あ、わかりました、ちなみに、今日の現場はあれだな、俺の義理のお兄さんのお店、はい、まあ一回動画で YouTube で紹介したと思うんだけど、あ、そうなんですか、そう、一回紹介したんだか、昔な、あれ店めっちゃおしゃれなって、いや、ここ違うな、めっちゃおしゃれな、あ、ここもめっちゃおしゃれなって、ここ前、かき氷屋かなんかだったんだわ、え、めっちゃおしゃれやん、めっちゃ綺麗ですね、うん、こう打ちだ、ここも結構有名らしいな、結構行列できとったもんな、マジですか、ここだってリフォーム全部違えたんだよ、そうなんですか、そうだよ、おるでしょ、こんにちは、おお、あ、カメラ回ってますこんにちは、行く中なんですけど、あ、いいですか、ちょっとだけ挨拶だけ、いや今ちょうど裏ちょっと現場見に来たで、あ、どうぞ、え、どうしたの、請求書会ったことある人、え、会ったこと初めて、あ、私の弟です、あ、YouTuber、 あ、店はどう、まあ、コロナの影響はあるけど、うん、まあ、なんとかね、こうやって人を使いたいって、あ、ほんと、まあ、でもコロナもだいぶ落ち着いたでしょ、落ち着いたんですね、お酒も提供してないんだ、提供しない、わ、厳しいね、なんか、それでアイスコーヒーでも持ってくるけど、いや、いい、もう帰る、うん、いや、うちの姉ちゃんの店、もう何年やっとる、 13年、ペルージュでミシュランに乗っとるでね、視聴者の皆さん、本当だ、やべえよ、ミシュラン乗っとるよね、ちっちゃくでもね、俺はすごいじゃん、それは何件もあるでしょう、まあ、ありがたいね、乗せていただいたことはね、ありがたいよね、それは俺の実はねだよ、実はね、見えないけど、じゃあ、お先です、また遊びます、ここね、ペルージュ、はい、あ、これ錆びてきちゃったね、そうね、これちょっとこれ錆び取りでね、なんか黒塗ったら、黒く塗ってまえば、やってもらおう、あいつ塗ってまえ、ついでにやってもらおうかな、うん、じゃあやってもらおう、一言言ってたるわ、ほんと、ありがとう、だけど、あ、サビ、じゃあツヤ止めがないかもしれん、あー、でもツヤがあるとダサいでしょ、マットの方がいいもんね、うん、じゃあまた今度にしてもらおうかな、よろしくわ、うん、じゃあね、ありがとうございます、うん、よろしく、はい、さあ、見ようか、はい、結局車じゃなくて会社でやったらしいな、しかも、はい、どれぶつけたの、 あれです、あ、これこの白いやつです、大したことねえじゃん、この上の部分です、どこ、あ、上か、あ、上です、うわ、あ、これか、あ、これひどいやこれひどいやそういうこと、これか、お前ぶつけたの、そうです、はい、うりえ、すいませんでした、うりえ、申し訳ないです、まあ、そういうことな、まあ、事務所戻ろうか、はい、いや、見積もりも事務所あるんだ、来てるんだろ、事務所来てない、もう、うんこもほら、お前こんな風邪ひかしとるわ、これどれが緑だな、めちゃくちゃどれが緑だな、どんだけ葉っぱ食ったうんこ、取ったどれが緑だったな、今カッサカサだったやんけ、やろう、岩山から見積もり来てるかな、送ってきてたけど、見積もり来た、来てる、あっちゃー、あっちゃー、あっちゃーだぞお前、これ、はい、これあっちゃーだぞ、座れ、行くぞ、はい、さあ金額
144,210円です。改正高えな、車修理するのもあんなんで、はい、バックドア板金脱着で35,000円、バックドアガラス脱着、エンブレム、エンブレムとかも買えるの、リアコンビネーションランプ、あ、電気も使わなかったの、いや、それで7万円もする、こんなにもらえる塗装やったら俺らが塗装やないだよな、なりです俺が物理的に喋ってたのか高いな、こんなすんだ、まあそうか、まあちょっと、まあちょっとじゃあこれは面白いな、まあまあいいわ、今回はな、すいませんでした、本当にまあしょうがないだろう、まあ、あんなもんで、なぜもな、もうちょっとお前に弁償させて、車がベコベコだったら面白い動画だったな、みたいな、じゃあ次ちょっともうちょい頑張ります何を頑張るんだ、はい、頑張るんだ、お前支払い止めたのか、一回いや、すいませんでした、お前の息の根で止めるのは変わらないぞ、ほら、すいません、何もないです、何もないです、俺の電話の一本だぞ、自分はい、止めろ、あいつの金って言って、あいつの金すぐ止めちまえって言ったら一発だそうだ、すいませんでした、すいませんでした、本当にそう、押せよ、もう時すでに遅し勘弁してください時すでに遅しだ、まあ頑張ってるかな、でもまあ一生懸命やってくれてるで、まあ緑電子も助かっとるでな、まあ、結構難しい現場とか結構回ってくるんだろうね、あーあります、厳しい現場とかね、はい、ちょっとやりづらいとかあります、結構回ってくるんだろう、はい、かわいそうだな、それを叩けるわ小坂ちゃん、ごめんね、すいません、いえいえと、まあ頼みやすいもんね、もっと若い衆だし、そうですね、若いもんで、まあ今な、はい、まあしょうがないけど、でもまあそこも力だからな、はい、営業力つけて、ああいい物件回してあげようってなるようにさせるな、はい、それだって俺もずっと下請けやったもんで、ね、よくわかるじゃん、はい、俺は美味しい物件ばっかしかもらえんわ、こういうキャラなんで買える、でも俺付き合いも夜も全部やるでな、はい、それ以上金も出てくぞ、やっぱ、まあ、それまあやりましょうよ、よし、じゃあまた閉めようか、あ、そうそう、外気塗装のマッチングサイトを今やってて、もう一般公開もして、はい、今ブログブログじゃなくて施工事例と、コラムも3個までかな、無料の人は3個までで、で今何を開発してるかっていうと、まあ有料プランになったらもっとなんかいろいろ何一括見積もりとかいろんなことができるようにしようかなと思ったの、はい、要はお客さんが見積もり、まあ、愛知県名古屋市港区で塗装してくださいって言ったら、まあ、そのエリアを対応しとる業者さんが自動にバーってその人たちに通知が行って、はい、でその人たちが、あ、この家だったらやりたいみたいなのをやろうとして、まあ、それは多分有料プランでしかできんようにしようかなと思ってるもんで、はい、まあ、今のしてくれとるだけでもね、すごい今結構一般の人も入ってきとるみたいなんで、はい、ぜひ登録、外気塗装のマッチング、はい、ぜひ登録お願いします、お願いします、お願いします、また見てね。